世界一だなえー、ということで、はいどうも、えー、新規、侍ジャパン応援 YouTuber 大チャンネルです。ということで、本日ね、え、11月5日、来年3月に開幕される WBC の強化試合が行われまして、相手がね、あの、北海道日本ファイターズということで、まあ、一応、これね、あの、侍ジャパンのユニフォーム着させていただいておりました。はい、生配信でもね。えー、これ誰のユニフォームなのか、先にご紹介していきましょう。こういうことですね。はい。 あの、決してね、あの、ホークスファンになったわけではございません。あの、これ、ダイマネから借りたやつです。<ー>まあ、ダイマネが侍ジャパンのね、ギータのユニフォームを持っているということで、これ、借りさせていただきました、今日。はい。でね、もう一個ね、今日はありまして、あの、杉谷選手の引退試合ということで、まあ、今日ね、一応侍ジャパンの応援はしていたんですけれども、杉谷選手の引退試合っていうこともあって、このファイターズのね、勝利なんかも見たいなと思っていましたが、えー、侍ジャパンが5対4で、えー、接戦をものにしたということで、その試合展開振り返っていきましょう。 <ウ>えっと、両先発がですね、日本アームがエース、上沢投手、そして、侍ジャパンの方が、ホークスのね、石川修太投手ということで、いきなりね、1回の裏に、侍ジャパンが、えー、先頭、ャンの、えー、ライト前ヒット、はい、これ、近本選手ですね。えー、その後ね、大ャン盗塁しまして、えー、近藤選手の犠牲フライで、あっさり、えー、侍ジャパンが1点先制ということで、はい。一緒に 笑ってよゴールワチノリワチノリチャンチャンチャンあの近藤選手ねあの FA を行使してあのまだどこの球団に行くか決まってないみたいですがあのいつでも千葉ロッテマリーンズでお待ちしておりますよそして次のバッター牧キシ選手が えー、左中間の一番深いところに持っていく、えー、ホームランで、えー、最先よく侍ジャパンが2点を先行しました。はい。デスターシューえーっと、まあ、今日ね、侍ジャパンの先発の石川秀太投手、これは本当にね、あの、変化球にしろ、まっすぐにしろ、本当に請球まとまっていて、えー、3回までをね、無失点に抑えますと。えー、しかし4回の表にね、急に日本ーム打線が襲いかかってきますということでね、先頭の阪神からね、トレードでやってきた江越選手がツーベースヒット放ちまして、その後ね、4番の野村選手に1本タイムリーヒットが出ました。はい。で で、その後もファイターズ打線続いていきまして、え、上川畑選手、ライトへのタイムリーヒット。あの、この上川端の神が上なんですけど、これ、神様の神になりましたね、この瞬間に。はい。な村神様っていうのがね、今年の流行語をノミネートされていましたが、上川端の神を、 えー、神にしてもいいんじゃないでしょうかえー、そして続くね、宇佐美選手にもタイムリーが出まして、この回ファイターズ一気に3点取りまして、はい、えー、一気に逆転しました。えー、しかし、まあ、代表として出ているわけですからね、侍ジャパンの方も。はい、そう簡単には黙っていないぞということで、直後の4回の裏に、えー、森友哉選手の逆転ツーラーホームラン。はい。えー、あっさりとまた侍ジャパンが逆転していくと。 このね、ファイターズの打線っていうのもね、非常に恐ろしいところありましたが、それに負けじとね、えー、サムラ侍ジャパンの方も点をどん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 取っていきます。はい。これが侍ジャパンだと。まあ、おそらく B モデルさんは頭痛かったのかなはい。ここでモニトン問題はないやろ、つってね。はい。 えー、そして6回の裏には、えー、今度は、ヤクルトの不動の4番、そして侍ジャパンでも不動の4番、えー、村上宗隆選手が、えー、ライトへのホームランを放ちまして、これで5対3と。はい。これでちょっとね、侍ジャパンに流れが行きかけましたね。今日僕、名前信やらせていただきまして、あの、このホームランを打った時はね、普通に名前を村上っていう風にしていたんですけれども、あの、その他は、ギラガナで胸ってやってたんですよ。えー、その時の今日の打撃成績、えー、一本もヒット打ってません。 やっぱりその、村上の胸って言われてるからさ、胸にしたんだけどさ、打ってくれませんでした。胸えー、そしてね、7回の表なんかには、えー、代打の杉谷選手が出てきましたね。はい、僕、一生懸命、えー、今日一の声量で杉谷選手の応援歌を歌っていました。グラウンドに輝く一番星を、その拳を上げて、つかめ杉谷剣士、カットのせ、剣士。 ライトフライ ま、最後の打席はライトフライで、え、杉谷選手、締めたということで、本当に14年間、笑いと感動をありがとうございました。お疲れ様でした。では、試合展開の方戻っていきますと、8回の表ね、森浦投手、マウンド上がったんですけれども、え、先頭のね、ルーキーやゾ園選手が、レフトへのツーベースヒットを打ちまして、そして、4番の野村選手が、またまたタイムリーヒット、これで1点返しました。で、その後もね、清宮選手のヒットで、ノーアウトランナー2塁1塁と森浦投手、かなり捕まっていたんですけれども、え、次のね、上川畑選手がこれで、バントしましてね、はい、え。ー これが、久しぶりに見ました。トリプルプレイ。あの、牧選手が取って、二塁ランナー、一塁ランナー、どっちも飛び出していたんですよね。えー、これで、まあ、牧選手のファインプレーっていうところもありましたが、まさかトリプルプレイを、この時に見れるとは思ってもいませんでした。牧選手、ナイスプレイです。えー、そして迎えたね、9回の表、まあ、僕、ピッチャー、オスナじゃねえかなと思ったんですけれども、はい。あの、ここね、大勢投手、マウンド上がってきまして、えー、しっかりと三者凡退で抑えました。はい。あの、オスナ。 ピッチャー押すなでしょ、これ。んとことことええー、ということで、強化試合1試合目は、ええ、見事、侍ジャパンの勝利ということになりました。はい。さあ、明日、私大チャンネルが、東京ドーム、現地観戦に参戦いたします。まあ、ロッテではありますが、今シーズン、昨シーズンと、ええー、薬病神、薬病神と言われ続けております、私。はい。侍ジャパンではどうなんだっていうところをね、まあ、明日、 一度強化試合を見に行って、それでまた皆さんに判断していただきたいと思いますね。ロッテには非常に嫌われてるっていうのはね、僕わかるんですけれども、明日ロッテの選手出る予定ありませんので、はい。まあどうやらね、あの、ローキ様は10日のオーストラリア戦に先発することが、あの、噂流れていますんで、まあロッテの選手が出ることありませんので、はい。まあなんとか明日もね、強化試合といえども、僕が現地に行ってる関係で、ちょっと勝ちゲームをね、あのサムライジャパン見たいなっていうふうに思いますんで、えー、ぜひサムライジャパンの皆さん頑張ってください。えーそして相 次は読売ジャイアンツとということで、まあ、ジャイアンツも今年4位には終わったといえね、あの、非常に非常に怖いバッター勢揃いですから、まあ、ジャイアンツの方もどういうオーダー組んでくるのか分かりませんけれども、明日しっかりと現地観戦行って、選手たちのプレーを目に焼き付けて、侍ジャパンまで足を引っ張らないように、応援の方を頑張っていきたいと思います。侍ジャパン見に行って負けたら、俺、12球団のファンから恨まれるからね。 うん、そこのプレッシャーっていうのもありますが、そこのプレッシャーに打ち勝ってこそ、この薬病神系 YouTuber ですので、えー、明日は、何としても、強化試合だといえども、えー、僕は全力で勝ちに行きますんで、ぜひ皆さん、明日の動画も楽しみにしておいてほしいなと、思いますということでね、明日東京ドーム行かれる方は、あの、ぜひ、声かけていただければな、というふうに思います。はい。ということで、明日の試合も、サムライファイティングどこどこどっと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 